関西共栄工業株式会社は、島根県松江市、イオン、松江ショッピングセンターに所在する、映画館、松江東方号を運営する工業会社である。東方の完全子会社で、阪急阪神東方グループの一社。本社は、大阪府大阪市北区道山町。陶器場の本店は、親会社、東方の本社と同地に置く。 1950年代から、東方は百貫主義と呼ばれる方針を掲げ、全国に強大な工業網を形成していった。東京、名古屋、大阪、京都といった大都市、ロード商館を東方本社が経営し、他の主要都市の劇場は六部工業と呼ばれる冒険の六社によって経営されていた。これらの工業網では展開できていなかった。 中小都市に共同経営の形で、系列劇場を獲得し、工業網を補完する目的で1965年前後に設立された、共栄工業と名のつく4社のうちの一つである。1990年代以降になると、シネマコンプレックスの台頭などにより、同社の経営する映画館は徐々に閉館していった。また、同時期に同じ目的で設立された、 他の競泳工業は2006年からの東方グループの工業部門の再編に伴い工業から撤退した。しかしながら同社は東方グループの他者から遺憾された劇場を中心に経営しており、現在も工業会社として存続している。しかし、称号が関西競泳工業でありながら最終的には現在自社で経営する映画館は中国地方。 それも参院、島根県松江市の松江東方語一貫のみになってしまった。広島宝塚。ありがとうございます。